店主を務めるラーメンやメインヤ,ヤードファイトは一応去年の10月にオープンしてでもうすぐ1年になるんですけどんどういう店かっていうとまあなんかなんですかねもう単純に豚の餌みたいなラーメンを出してるんですけどなんか店は結構スタイリッシュな感じで,でやってるんでなんか女の人もまあ なんですかね、フラッと入れるような店には一応なってますねお店の名前の由来というのははえっ、ー、ともともと僕ハードコアがどっちかっていうと好きででニューヨークのハードコアのバンドを面を入れてもじっていろいろ考えてたんですけどなんかパッとするのがなくてで「10ヤードファイト」ってボストンのストレートエッジのハードコアバンドがいるんですけどでそこの「10」を面にもじって。 ややっっっったたら一番これがやっぱししくくりくるなっていいうのででも決めちゃま他すか他はえっ、ー、となんかニューヨークのバンドでいっぱいあるんですけどメラウダーっていうバンドがいてそれをメンラウダーにしたりあと何だったっけなラグメンっていうバンドがいてそのメンをそのままメンにしたりとかいろいろっすね、まあ、全部しっくりこなかったんで「テン・ヤード・ファイト」からいただきました。 先ほどお話しされたその修行時代、はい、ラーメンの修行時代で最も印象に残っている出来事ってありますかあそうっすね本当、店が閉まるラストぐらいに来たお客さんであのうちのラーメンとかって「あのニンニク入れますか?」っていわゆる二郎のスタンスでこうお客さんに聞くんですけど「でニンニク入れますか?」って聞いて確かその人は「ニンニクは何も言わなかったんですよ。 で,入れずに出してで食べ終わって帰る時に「ニンニクって言ったじゃねえか」みたいに怒られて「いやもう絶対言ってないのにな」と思いながらまあそのまま帰ってもらってで片付けしてたらなんかバーンと落として「何かな」と思って見に行ったらあの店のガラスのところにでっかい石があってで見たらそのさっきのお客さんが道路の向かいにいて石投げられた。 <laughs> なんか防弾ガラスだったから大丈夫だったみたいなんですけどえニンニクの恨みってことですかそうですねで後日また来たんですけど帰ってもらいましたあの<え>そのままでき,んできんです <laughs>